ってめっちゃ詐欺る。ああ、これが収録するとこなんだ。やべえって。アーヤたちは収録するの初めてだもんね。でも俺、いざって時にドジったりよくするし。てめえも案外強そうだけどな。ユナタ君は本番に強そうだから案外心配いらないのか。緊張して全然思ったように歌えなくて。あんた緊張してなくて。ああ、してねえよ。俺が変なフラグ立てちゃったから。裏見て。いつも全身全霊。気づいて気づいてね、笑って。落ち着かないね、早。あ、緊張しちゃって。ごめんなさい。うろうろしてると気が散るかな。平気だよ。アーヤたちは収録するの初めてだもんね。俺とユナタ君は完全に初めて。そっかそっか。イナちゃんも今頃ブースの中でハワワってなっちゃってるのかな。どうだろう。でも俺と違ってユナタ君は本番に強そうだから案外心配いらないのかも。どうだかな。ガチガチになってるかも。イオの意地悪。ユナタ君、うまくいってるといいけど。つが本番に強そうって話ならてめえも案外強そうだけどな。そうかな。でも俺、いざって時にドジったりよくするし。そこはどうなるかわかんねえけど、ま、最後はてめえの気の持ちようだろ。気の持ちよう。そこが一番セラ君は問題なんでしょう。今わざわざそういうこと言わなくていいだろ。本当のことだし、本人も自覚してるんじゃないの。てめえ、あのな、二人ともごめん、ありがとう。大丈夫だよ、あや。なるようになるから楽しんでやろうね。ユナタ君、顔色悪。もう俺無理、全然無理。ありゃりゃ、上がっちゃったのかな。緊張して全然思ったように歌えなくて、何かやってもダメだからとりあえず後でやろうって。そっかそっか。どんまいだよ、初めてなんだもん。大丈夫。サンキューおっし。あ、で次の人呼んでねって言われた。次ってことは、あやくん。何？失敗した俺が言うのもちょっとって感じだけど、でもブースってめっちゃたぎる。これが収録するとこなんだ。やべえって。めっちゃ上がるから楽しんで頑張ってきて。上がったのがテンションだけならよかったな。そう、それそうなんです。でもさっき全力でたぎったからきっと次こそはうまくいくはず。次は冷静にエイムを合わせるときみたいに。エイム？ゲーム用語。へえ、そうなんだ。ありがとう、ユナタ君。それじゃあ行ってくるね。行ってらっしゃい。よいしょっと。大丈夫かな、アヤ。ミクリ心配だな。アヤくんって結構ドジっ子だからな。マイクはうらせちゃったりして。あ、ごめんなさい。幸先が悪いな。ごめんアヤくん、俺が変なフラグ立てちゃったから。頑張れ頑張れアヤくん、頑張れ頑
頑張れ頑張れ頑張れ。お経みたい。あ、始まった。おおおすごい。え、順調じゃない？うん、順調順調。イオの言った通り本番に強かったね。ま、そういうタイプだろうとは思った。ドヤ顔してねえよ。あ、終わった。リテイクはあるみたいだけど、この分なら心配いらなそうだね。ああ、みくりまで嬉しくなってきちゃった。うん、俺もすげえ気合入った。頑張んないと。ゆなちゃんもファイオーだね。あ、みくりと一緒に自主練しに行く？え、いいの？うん、みくりもね、久しぶりの収録でドキドキだから、ギリギリまで練習しておきたいなって思ったの。おお、行く行く。みくりさん、お願いします。よし、じゃあみくりたち別のブースで練習してくるね。アーヤの次はミトチンだっけ？うん。じゃあじゃあ、いよ、みくりの番近くになったら教えてください。わかった。お願いします。メッセージ入れるからスマホ見とけ。うん、オッケーです。それじゃあゆなちゃん、レッツゴー。ゴー。そろそろ終わりそうだな。うん、用意しておけよ。あんたより僕の方が収録の場数踏んでると思うけど。はあ？やっぱひでえな。緊張してんのか。あんたも緊張してるくせに。ああ、してねえよ。そう？大体な、てめえは。あ、僕の番だから。じゃ、てめえ言い逃げしてくんじゃねえ。